マルコ・アントニオ・ドミニス1624年は16世紀から17世紀にかけてのアドレア海出身の哲学者、科学者である。アイザック・ニュートンが1704年の著書、工学の中でドミニスの虹の研究を紹介したことで知られる。1600年、スパラート大司教。パドバで大学の教授になったが、後、英国国教会に改修し、1616 16年から、 イギリスに渡り6年間そこに留まり、ケンブリッジとオックスフィードで教えた。1617年、著作、デ、e ・リパブリカ・イクリージアスティカで教皇を非難。1618年から、ディーン・オブ・ウィンザー。ローマに戻り、英国国教会を捨てるが、異端審問で有罪になり、獄死した。著書は、紛書された。ありがとうございます。